タイトルはですね、よかったがつく、1曲目は好きになってよかった。あ、ちょっと真っ白なのかな。ありがとうございます。悪魔の国というドラマのね、挿入歌になった曲ですね。でもう一つがあなたに会えてよかった。拍手の多さで知名度が分かるシステムになってますね。ちょっとよかったシリーズをね、2曲続けていこうと思います。はい、聴いてください。
曲加藤泉さんの曲です。みんなでよかった、小泉京子さん、あなたに会えてよかったですね。え、素敵な声してますか？してます？ちょっとね、いろんなね、まあいろんな声もねあったかと思います。素敵とか素敵じゃないとかね、ちょっと同世代の方、素敵じゃない、あでも終わったらね、よかったねみたいな感じですよ。はい、何事もそう、この世をね卒業するときに、あすごい人生だったなって思って、生きたいなと、まあちょっと私は思ったんです。私のお話ばっかりあってもね、あの皆さんちょっとお声聞きたいと思いますので、メンバー紹介しましょうかね。はい、私の左手に、さっきね、かわいいって、かわいいって、かわいい、ね、かわいい、土ほら、ほら、お客様が紹介してくれる、土です、土。イエーイ、すごいですよ、黄色い声援、あ、桃色の声援。私と、ちょっとお茶飲みたいんですけどね。こちらコーラスとカホンですね。えのちゃんです。おしゃべりちょっと待っていいですか？1分半。全然しゃべれんのね。紹介？あ、じゃあキーボードの。じゃあ。キーボードの。ナイスピアノの、ハヤトさんです。はい。パワーがあるので、ペダルにつっかえ棒をいつもしてます。なんだっけ？突っ張り棒です。突っ張り棒が。あ、しまった。もうね、ちょっとおすまししてね、4曲聴いていただきましたが、あ、ボーカル、あ、はい、忘れてました、ボーカル若さんです。あ、若さんです。若さんです。若さんです。若担当しております。はい、若さんです。若カルブルルテッド、あ、こっちテッド、テッド、はい、うちは受けで、すいません、はい。ここからはちょっと佳境に入ってきましたのでね、なかなか体力勝負な感じなので、皆さんも座っていただいて、座ってる、あ、座ってました。